おい、女王はまだ出られないのか。あ、それが陛下は現在大変お忙しくて。それは聞いた。俺が聞きたいの、聖教騎士団の謁見を待たせてまで優先する公務があるのかということだ。おっしゃる通りで。リオス様、どうも陛下は体調が優れないようでして、できればまた後日。体調が優れない、つい今まで俺を待たせて公務に励んでいた女王が。何か俺に聖教騎士団に知られたくないことでもあるんじゃないのか。そんなことは決して。あ、そうです、ディオス様、今日からヴィーナス魔法学校でこの国屈指の行事が始まります。お待たせしている間、せめてもの余興にご案内いたしますわ。何？そんなことはどうでも。ささ、善は急げですよ。見逃してはなりません。ただの巡回にしては食い下がったな。やはり目的は成績か。ムクロメが。レベッカがサバトで決着つけるって言ってたけどさ。うん。私ずっとお店手伝ってて、ちゃんとサバトの試合見たことないんだよ。だからルールもいまいち知らなくて。とりあえずブルームエースに乗って戦う騎馬戦みたいなのってのは知ってるんだけど。そうそう、難しく考えないで、このブルームエースに乗って飛んで、相手がつけてるマスクをぶんどればそれで勝ち。簡単でしょ。いやいや、全然簡単じゃないよ。だってほら、両手が塞がるもん。これでどうやってマスクを取るのよ。乗り方が違うよ。両足で立って乗るんだよ、こんな風に。それができれば一人前、エースって言われるんだよ。まさか、レベッカも。もちろんできる。私もやる。うわ、あらら、こりゃ練習が必要だね。ほら、ちょうどいい練習相手が来たし。校内じゃ許可なくブルームエースに乗れないからね。この展開は覚悟の上だよ。私は覚悟してない。
貧乏な方っていうのは何をするにも劣るものですわね。アルマ、あなたもこんな貧乏人に付き合ってないで私と組みませんこと？あなたの運動神経は私も買ってますのよ。そうだね。あんたはいつか家を継いで宮廷魔導士になるだろうから、仲良くしてた方が美味しいかもね。アルマ！私、お友達は大事にしますわよ。友達ねえ。ん？レベッカ、あんたには確かに力がある。才能もお金も権力もある。でもそのお友達ってのは誰のことかな？権力ってのは人が集まってできるんだ。だから金持ちが権力を持つ。みんな金にたかるからね。レベッカ、あんたの周りにいるのは詰まるところそれさ。ただの力、エネルギー、純粋な物を動かしたりする力さ。友達っていうにはちと無機質すぎるね。私は私の意思で友達としてリズのそばにいるんだ。だってその方が、ほら。あ、乗れたよ。アルマの言ったこととブルームエースを信じたら乗れたよ。友達のこういう瞬間を見るのって面白いじゃん。ありがとうアルマ。じゃあ早いとこモンスターを蹴散らして逃げるよ。やった、だいぶ様になってきたじゃん。リズベット、何を？あなたの成長の仕方は妙ですわ。ついこの間までダメな劣等生かと思ったら、今度は体に合ってない旧型のブルームエースを乗りこなしたり。あなた、一体何ですの？さあね、人間は成績とか身長とか金額とか、そういう数字じゃないってことじゃない？さっきの言葉は取り消しますわ。リズベット、サバとの決勝で待ってる。レベッカ、私も絶対負けないんだから。平気平気。あの。
どこ行ってたの？もうすぐ試合だよ。ごめんごめん、ちょっと虫さんが青すぎて。そういえば今日はよく見るかも。そんなことよりもう始まるよ、早く行こう。フェイスとエースはフライト、ランプはそれぞれ所定の位置へ。はいよ。はっ、かかってらっしゃい。決着をつけましょう。ディズベット。待て、待て。ヤッコさん、ずいぶん調教されてるね。どういうこと？敵のランプたちさ、3人の炎魔法を全部一箇所に同時に打ってきてる。しかもそれは私たちを狙ってるんじゃない。私たちがレベッカにある程度近づいたら、それを止めるように炎を集めてるんだ。あれじゃ炎の壁だね。私たちがもたついてる隙にエースがリズのマスクを取るって寸法だよ。ある程度近づいたら、だったら一か八か。アルマ、手を貸して。え、手を貸すって物理で？あんた、ほんと面白いね。なんですの？あまりの絶望で人肌恋しくなったのかしら。なら、二人まとめて撃墜して差し上げますわ。ハルマ！どうなっても知らないよ。ほい、それ。まだまだ。別に死なれたら嫌だもん。
リズベッタチームの勝利。勝者が敗者にかける言葉なんてどの世界にもありゃしないんだから。裏庭の方なら人も少ないから、そこで休憩しよう。うん。あ、こら！まだ食べれないって言ってるじゃん！本当多いね。結婚ラッシュだったっけ。